暇な空白チャンネル。どうも、認知プロファイリング探偵暇空あかねです。助手のなるこです。今日はバップスの令和4年度実施状況報告書を見ていくんだけど、これが今までで一番きつかったよ。なんていうか、どれがきつかったか思い出せないくらい、どれもこれもひどかったですけど、どうきつかったんですか？今までで一番読み解くのが難しかったんだよ。本当に。イージーなコラボで、ノーマルな若草やボンドだとすると、バップスはベリーハードだったよ。ゲーム脳ですね。人生はゲームみたいなもんだよ。じゃ、まあ見ていこうか。まず、バップスのアウトリーチについて、事業計画書の内容を覚えてる？覚えてないので噛んでみますね。A から C に分けて、それぞれ対処法があって、B だけでも、B の1から B の5まであるみたいですね。これが？それ一切、報告書に出てこないから忘れて。いや、覚えてないですけど、は？内容はこんな感じで、長々と書いてあるから、要約するね。信頼関係が築けたと思う。健康保険に加入してない人が多くて困ってるみたいだ。人手が足りないからもっと増やすべきだと思う。AV 契約をされる人はスカウトの可能性がある。だからバップスが作ったダーチ議員も失敗と認めてる AV 新法を周知したいと思う。願望以上。おしまい。あとはノリコしてあるからわかんない。舐めてるのかな、それとも、すごく舐めてるのかな？両方かな。Twitter で1503回、Yahoo 知恵袋で82回、その他19回でオンラインアウトリーチをしたらしい。Twitter は、例の顔文字一文字って、一件に数えてるオンラインアウトリーチだね。で、Yahoo 知恵袋に注目。BAPS の相談窓口を案内しているとある。つまり、この報告を信じるなら、Yahoo 知恵袋に82件の BAPS 窓口案内があるはずだ。ああ、もう答え分かりきっててつまんないですよ。足りないんですよね。でも、82件すべて、必ず、その案内とも限りませんよ。基本的に、くらいでいいんじゃないですか？バップスの窓口案内は、このテンプレを使用してるので、これで検索したところ、174件がヒットした。この中で、令和4年第1四半期の4月から、6月の件数をカウントしたところ、13件でした。82件中13件で、こういう対応をしてますと言い張るのは、ちょっと厳しいですね。せめて半数以上はないと。13件だから全部見てみたんだけど、例えば、チャットレディ教えてください。バップスに相談しましょうでベストアンサー。そういう質問してる人は、そんなこと聞いてませんってなりそうですけどね。リビングで AV を見る父親異常ですよね。バップスに相談しましょうベストアンサー。児童相談所だよ。元彼にリベポルされて困ってます。バップスに相談しましょう。親身に相談に乗ってくれてありがとうございます。ベストアンサー。警察だよ。これ自作自。まだいけない。住民監査請求で再調査されて実態が明らかになるまで断言は禁物だ。住民監査請求もどうせ無駄じゃないですか。かもね。じゃあ住民訴訟で。バップスの活動報告と実態はこんな感じで、全部僕は信用できないなって思ったよ。こういった活動を通して1051人の相談に乗った。って言うんだけどさ、まずツイッターでアウトリーチしてるって言ってたのに、SNS はゼロ件なの爆笑しちゃうよね。そりゃ、顔文字1個じゃ誰も DM してこないよ。他機関の連携が23件なの笑うんだよね。あと、しれっと議員に繋いでて笑う。議員が若年被害女性の何を解決するの。議員の愛人にでもなったの。コラボ代表にと夢野さんと強いつながりのある共産党にでもなったんじゃないですか。マジレスやめようよ。で、短期保護が3人。これは多分、他機関に繋いだ人と重複コウントしてるかな。決めつけですか。まあ、そんな気はしますけど。最後に自立支援ケースが書いてあるんだけど、全部黒塗りでわからない。でも、11人ケース報告があるってことはわかるんだ。で、相談23件のうち、弁護士4件は単体では解決できないから重複だろうね。まあ、弁護士と1回話して、はい、解決、なら、支援の必要性、特にないですね。役所5件も、重複の可能性が高いし、病院4件も、病院だけで解決することは少ないと思う。で、重複してそうなの削ると、11人くらいになるんだよね。ああ、あ、
まあ他人地プロファイリングしちゃって。いけないんだ、いけないんだ。というわけで、バップスが丁寧にケース報告している。自立したかはわかんないけど、3ヶ月でどこかに繋いだ女性が11人、だと僕は推認する。まあ少ない気はしますけど、それでも、11人分、仕事したならいいんじゃないですか？ははは。なるくん、これが、年間4600万の公金事業だってことを忘れてるよ。ばあ。ででん。以上の実績で、3ヶ月で818万かかりました。ほとんど給料なんですけど。あと、この書類出したの7月15日だけど、まだ書類揃ってないから、交通費と会議費は不明です。後で報告します。で、いくらだったんですか？ないよ。えい。この後提出書類なし。これっきり。いい加減にしろ。中止だ中止。ここまでは、第1四半期の話で、第2四半期も全く同じ感じだった。アウトリーチは、ヤフー知恵袋など、で逃げてるから、厳密に追及できない。でも、ヤフー知恵袋は12件しかなかったよ。もういいですよ、スカスカなんでしょ？住民監査請求出しといてくださいよ。まあ。第2四半期は、19件と件数が少なくなったから、細分化してごまかしてあるよ。あとね、ここ、薬局に連れて行って、多機関連携1件だってさ。ウケるよね。薬局に連れて行っただけで連携だってさ。初めてのお使いですか？で、多機関19人、宿泊支援が短期6人。それで、ケースが13までしかないから、第2四半期も13人しか、まともに対応してないように見える。少なくとも、ケースレポートを書くことができる程度に支援活動をしたのは13人だけだろうね。この人数なら全ケース報告でもいい程度で、わざわざピックアップする必要性なさそうですしね。毎期10ケースをピックアップならまだしも、第1四半期は11ケースでしたし。で、これもまた第1四半期同様800万ですか？もう、お金本当に返して。残念、1100万だよ。もしもしポリス？ポリスメン？私が納めた税金が吸われてるんです。助けて。あと、最後に金を整理しておくね。数値を入力したのがこちら。具体的な話がほとんどないから、わかんないんだけどさ、まず人件費、何これ？こっちが聞きたいんですけど。令和3年第1四半期は、SNS の延べ人数がないけど、おそらく延べ人数で734件。令和4年第1四半期は、さらにぐちゃぐちゃだけど、相談件数1051件らしい。相談人数は、729から1051で、43% 増えたね。それで人件費が、令和3年第1四半期は133万3957円で、令和4年第1四半期は602万4090円。351% 増えてる。ほらー。で、この異常な人件費が何かなって見てみると。多分これ、専門性を持ったバップスのスタッフが、バップスのスタッフに研修しました。録画視聴も入れると、28人参加しました。みたいなのたくさんアピールしてるの。で、令和4年から若年被害者生徒支援事業では研修費用が出るようになったよね。あ、言わないで。多分これ自分で自分らに研修して研修費用を人件費にしてつけてる。講師代ガッポガッポじゃねえの。ぴゃ、あ、久々に泣いたね。お、久々に泣いたな。じゃないんですよ、この悪魔。アスナなし。ええ。ちゃんと住民訴訟とかするからいいじゃん。あとさっきの表もっかい見てみようか。そういえば、他に塗られてるところありましたね。うん、この通信運搬費。通信費も入ってるんだけど、3490円って何？ 3 ヶ月だよ。月1100円ちょっとで、どんなネット使えるの？この会計帳簿、超適当に数字入れただけでしょ。通信費かからないの理論上ありえないよ。ぴゃ、いや、すがすがしいくらい適当だよね。バップスの書類は、もっと自由な気持ちで読み解くべきだったよ。警察だよ。助手が久しぶりに荒ぶってますが、この件も住民監査請求をやっていきます。それではまた次回お会いしましょう。